願いします。お願いします。今回の大会を振り返っての感想をお願いいたします。そうですね、まあ、久々に決勝の舞台に上がって、まあ、改めて、まあまあ、立ったことは久々に立ったことはまあ嬉しかったんですけど、まあ、悔しい、やっぱ負けは負けなので非常に悔しいですね。何かご質問ございましたら。今回そのご自身の調子が良かった部分っていうのは何か理由っていうのはあるんですか。そうですね、まあ、割と練習でもイメージ通りできたかなっていうのがすごくありまして、いつもとちょっと違う気持ちで臨めたっていうのはありました。特に技としては何が良かったですか。そうですね、まあ、突きに関しても、まあ、ちょっとこうしっかり練習してきましたし、まあ、特にまあ足さばきですね、うん、足を止めないように練習してきたので、うん、まあ、そこは割と動けたかなという感じでした。皆さんやっぱ初日の、ね、まあ、1回戦とかっていうのが結構大変だったりするんですけど、はい、ご自身ではどうでしたか。そうですね、初戦やっぱり、まあ、緊張しましたし、はい、まあ、緊張しましたけど緊張の中でもやっぱ今までと本当違う緊張感で、うん、まあ、リラックスして臨めたかなと思います。まあ、初戦超えてから外国人と2年生になりましたけど、はい、そうですね、はい、これについてはどうでしたか。いやそうですね、強かったですね、やはり、まあ、セメノフ選手もセプラ選手もですね、やっぱ大きいですし、まあ、世界大会にも出てくるような選手ですから、まあ、本当世界大会の気持ちで、まあ、今回大会にもですね臨んだんで、まあ、そこはもう絶対負けれないっていう気持ちで、はい、戦いました。トーナメント表を見た時はどう思いました。あ、もうそこはですね、全然もう腹くくって、う、ね、もう誰が来ても勝てるようにしとかないとっていうのありますんで。で、まあ、2日目今日迎えて、はい、ご自身の動きとしては変わらなく。そうですね、はい、まあ、昨日同様、はい、うまくこう動けたかなっていうのはあったんですけど、そうですね、気持ちの面ではメンタル面ではどうだったんですか。もう気持ちも切れずにですね、一戦一戦大切に戦おうっていう、まあ、今回テーマでずっとやってましたし、まあ、本当広島からですね、たくさんの応援、子どもたちも来てくれましたし、まあ、そういうのをですね、みんなが応援があるから簡単には絶対諦めないよって言って自分で言い聞かせながらですね、戦ったっていうのがやっぱり、まあ、いい緊張感を保てたっていうのもありますし、まあ、頑張れた要因なので、はい、ゆうりさんがまあ、アドバイスというか声かけてたのが、その柔らかく、低く柔らかくそうですねおっしゃってた、それはどういった意味でしょうか。まあ、やっぱりこう自分ちょっと浮いちゃうんで、浮いていきたがるんで、そこをやっぱりしっかり練って低く相手を大きく見てやるっていうのをずっとテーマで練習でもやってましたから、まあ、そこはしっかり耳に入ってきましたんで、まあ、本当試合しながら遠くのユージの声も聞こえるんですよね。で、セコンドの声もしっかり聞こえましたんで、はいはい、その通りにじゃできた。そうですね、はい、で決勝戦、ちょっと振り返ってもらいたいんですけど、はい、ご自身ではどうでしたでしょうか。そうですね、ちょっと加藤選手のペースに飲まれちゃったかなっていう、はい、感じが強かったですね、はい、具体的にどういったところが飲まれたって感じ。中に入って足を動かそうと思ったんですけど、はい、やっぱり上があるんで、うん、まあ、そこ気にしながらやってたら、うん、まあ、動かしながらも、まあ、上も降ってくるんで、はい、そこで距離取られてまた距離詰めないといけないっていうのにちょっとこう、まあ、大輝がうまく、加藤選手がうまくやってきたかなっていう感じでしたね。私ちょっと覚えてないですけど、戦ったことって何回かありましたね。4回目です、はい。成績でどんな感じで。2勝2敗ですね、今回。2勝2敗、はい、あ、そうなんですね、まあ、今回で2勝2敗。2勝2敗です、五分です。どんな印象でした、今回は。いや、パワーが増してたかなっていう感じがしましたね、はい、今まで戦った中でも一番こう力が乗ってたように感じましたね、はい。まあ、優勝もあと一歩というところだったと思うんですけど、ご、はい、自身ではそのあとちょっとの部分でどういったところだと思いますか。そうですね、まあ、本当
気は抜いてなかったんですけど、まあ、ちょっとした隙ですよね、うん、そういうところがやっぱり出ちゃったかなっていう、うん、まだまだ稽古で埋めていくしかないところなんで、はい、あとこれからの予定も聞かせていただけますか。秋の全日本ですね、うん、全日本に向けてしっかりまたレベルアップして臨めるように頑張ります、はい、世界大会、そうですね、はい、そこでしっかり切符取って世界大会に備えたいなと思います、はい、年どのぐらいまでこう続ける、まあそこはもう決めてないですね、うん、決めちゃったらまあなんか自分の限界が見えたので、うん、あれなので、まあこの間の世界大会でそれを感じたので、うん、まあ、自分でできるところまで頑張ろうっていうのは今思います。